皆さんこんにちは。次に行きたい宿が見つかる次宿へようこそ。私ナビゲーターを務めます本間洋介と申します。横浜のシンボルランドマークタワーに入っているのが本日の宿、横浜ロイヤルパークホテルです。70階建て、高さ296メートル、日本で2番目に高い超高層ビルです。エントランスにはラグジュアリーな空間が広がっています。ところどころに絵画や彫刻が飾られており、とても素敵な雰囲気です。今回はケーキショップコフレにお邪魔しました。クラシックで居心地のいい空間です。さまざまなケーキやドリンクのメニューがありますが、今回はベイクドチーズケーキとアイスコーヒーを注文しました。チーズケーキはとっても濃厚で美味しくいただくことができました。それではチェックインの時間までお仕事を進めていきます。こちらのホテルはレギュラーフロアとスカイリゾートフロアという2つのフロアに分かれており、今回はスカイリゾートフロアに宿泊します。本日のお部屋は60階にあります60125室になります。こちら向かって右手のお部屋です。で、それではルームツアーを始めていきたいと思います。今日のお部屋はこういったお部屋になってます。とっても高級感があって広々とした作りですね。ベッドの奥にテーブルがありまして、こちらの椅子に座りながら夜景を楽しむことができます。本日は60階に泊まってますので、とっても綺麗に夜景を楽しむことができます。あいにく本日雨が降っていたので水滴がついていて、動画だと見づらいかもしれないんですけども、実際にはとっても綺麗に見ることができます。こちらエスプレッソがありまして、4種類あるコーヒーはどれも自由に飲むことができまして、こちらが嬉しいポイントです。ベッドの横にルームコントロールのタブレットがありまして、例えばカーテン閉めるというふうに押すと、この横のカーテンが閉まっていきます。といったように、あらゆるルームコントロールをこちらのタブレット一つでやることができます。こちらとっても便利ですよね。壁側には大きなテレビがかかっていまして、ベッドに横になりながら見ることができます。こちらにコップ類があります。上にコーヒーカップ、グラス、普通のコップと様々なものがありまして、飲み物に合わせて利用することができます。こちらにも飲み物がありまして、グリーンティーとローステッドグリーンティーと2種類あります。下には冷蔵庫がありまして、ベッド料金がかかってしまうんですけども、ソフトドリンク、軽食、お酒等を楽しむことができます。それでは水回りに行きたいと思います。水回りはこちらの扉を開けるとあります。洗面台はとても広々とした作りになっていますね。こちらのボックスがアメニティが入ったものになりまして、一通り揃ってるんですけども、特徴としてはこのロクシタンのものですね。シャンプー、コンディショナー、シャワージェル、ボディーローションと一通りロクシタンで揃っていて、とっても嬉しいですね。ドライヤーは、パナソニックアイロニーになります。ユニットバスタイプなんですけども、一般的なものよりも少し広い作りになっています。水回りは以上になりまして、収納を見ていきたいと思います。収納は部屋に入って右手の扉を開けるとあります。ハンガーがとってもたくさんありまして、それぞれとてもしっかりした作りになっていて、型崩れしない仕様になってます。奥にも5本ありまして、合計10本になりますね。上にはバスローブがあって、
横にシューズブラシ、靴べら、そして下にスリッパがあります。以上になります。ホテル内やホテルの近くの飲食店をご紹介する Today's Meal。 本日はチン麻婆豆腐というクイーンズスクエア内のお店に来ました。麻婆豆腐、ホイコーロー、エビチリなどのメニューがあり、今回は麻婆豆腐を注文しました。ご飯、スープ、ザーサイ、杏仁豆腐がセットになっています。こちらの麻婆豆腐が絶品でしたので、お近くにお立ち寄りの際はぜひ行ってみてください。はい、というわけで今回は横浜ロイヤルパークホテルに泊まりに来たんですけども、ポイント1つ目、アメニティがとっても充実していました。例えばネスプレッソが置いてあって、コーヒーが4種類飲めたりとか、あとコップについても4種類あるので、まあ、お酒とかソフトドリンクとかコーヒーとか飲むものに応じて選ぶことができました。シャンプー類が6種類で統一されているのもすごく嬉しいポイントかなというふうに思います。ポイント2つ目、眺めがとっても綺麗です。こちらのホテルは客室がすべて52階以上に位置しておりまして、私が今いるのはスカイリゾートフロアという60階以上のフロアなんですけども、普通のレギュラーフロアでもどの客室からでも、眺めを楽しむことができます。みなとみらいたくさんホテルはありますけども、こちらのホテルがとても高い位置から、景色を楽しむことができるっていうのが特徴かなというふうに思います。ポイント3つ目、ランドマークプラザが便利です。まあ、ランドマークプラザっていうのがこのホテルが入っているビルの商業施設なんですけども、カフェ、レストラン等がとっても充実してますし、あとはまあファッション、雑貨と、まあ、何でも入ってますので、滞在中利用することができてとっても便利です。はい、というわけで今回の動画は以上になります。また次の宿でお会いしましょう。またねー。